怖い心霊スポットをですね、僕の中ではっきり足音聞こえるんですよ。今僕の近くにはいません。うわ怖っ。ちょっと待って、神もスピリットボックスなんかどうでもええわ。今カメラにここふわって白いの通らなかったっすか。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。はい、今回はですね、久しぶりの場所に来ております。その名も天理ダム、こちらにやってまいりました。こちらの場所はですね、ちょうど、YouTube を始めて間もない頃に一度来ているんですが、そのサムネイルがですね、まずこちらになります。そうなんです、サムネイルの通りですね、もう10分間で僕辞退したんですよ。そのぐらい怪奇現象が多く起こった場所です。で、こちらの怪奇現象なんですけども、この後ろに見えてるこのダムの端からですね、身投げが頻繁にあって、その飛んだ場所からうつむいてる男性女性がよく目撃されるみたいです。またですね、この場所近くにバス停があって、まあ、深夜3時ですかねを回ると、まあ、そこに少年の霊が目撃されると。他にもですね、こちらの走り屋の、まあ、走るスポットとしても有名みたいで、事故が多いことから、その事故で亡くなった方の霊もこの場所に出ると言われています。そんな多くの霊が出るこの天理ダム、しっかりですね撮影していけたらなと思います。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル、では早速撮影していきたいなと思います。本当にこの場所は、まあ、関西の中でもなかなか怖い心霊スポットですね、僕の中で。で、まだこの先に赤い橋があるんですけど、その赤い橋も危険なんですよね。後ろから誰かについてこられる感覚がすごかった記憶があります。で、この奈良の天理ダムに関しては、まあ、前回の動画を見られていない方のためにですね、簡単にそこで起こった怪奇現象、まずこちらの動画を見ていただきたいなと思います。どうぞ。今までですね、まあ、お蔵入りになった動画を合わせると何回かやっぱりこの一人で音入ってるかな、今のめちゃくちゃ人走ってきてるような、ちょっとやばいっすね、ここ。うわ、無理無理無理、何今の聞こえました今の、怖っ。はい、もう僕がめちゃくちゃテンパってるんですよ。まだ離れをしていないっていうのはもちろんあるんですけど、明らかにやっぱ怪奇現象がすごく多かったのと、その近くの走り屋の方たちに聞いた話がすごい印象的でしたね。僕マネージャーにここまで送ってもらって、ほんで置き去りにしてくれって言って僕一人にされたんですけど、やっぱり着いた瞬間にまだマネージャーと二人でおる段階でですよ、あ、やっぱここあかんなってなったんですよ。そのぐらいやっぱりすごいものを感じます。見られてる感じがすごいです。で、この場所で安倍さんがおっしゃっていたことなんですけど、まあ、ゴーマ氏の方ですよね。で、その方が言うにはなんですけども、やっぱりこの首であったりとか、まあ、線路に飛び込みであったりとか、そういったのっていうのはまだ比較的、まあ、気づかれる。このダムに飛び込む人っていうのはもう気づかれることを目的としてないので、実際にここで人を見えたりするかっていうのはなかなかこれ難しいんですよ。まあ、霊をはっきり見えるかって言われたら難しいっていうことらしいんですね。
ただやっぱり足音であったり声とかっていうのは、やっぱ聞こえると。その聞こえる声っていうのがやっぱり苦しんでいる、助けてくれとか、そういった感じの声が聞こえるんじゃないかっていう、そういうふうにおっしゃっていました。まず僕が今おるこっち側なんですけど、こっち側に関してはもうすぐそこがダム湖なんですよ。高さでいうと大体15メーターから20メーターないぐらいですね。で、反対側が感じですね。ずーっとこう斜めになっていってるじゃないですか。これも落ちてしまったらもう一発アウトです。高さで言うと50メーターはありますね。なのでこっちから飛ぶ方ももちろんいるでしょうし、そのダム湖の方、こっちは高さ15メーターから20メーターほどなんで、まあ、正直高さ的にはないこともあると思います。ただやっぱり亡くなっている方は実際にいるので、もうどっちにしてもこれもアウトっていうことですね。一旦橋の方も来ました。ここも高さは変わらず15メーターから20メーターほどですね。あまり夜のダムは覗きたくないんですが、では一旦折り返しましょう。まあ、このまま戻っても仕方ないか。ではですね、今から折り返していくんですが、まあ、そのまま戻ってもまだ時間はたっぷりありますんで、まずこの折り返しの時点でスピリットボックス、こちらをやっていきたいなと思います。こんばんは、ヤカズです。もしよければお話ししませんか。こんばんは。今近くに誰かいらっしゃいますか。少しだけでも声聞かせてもらえないですか。今僕の名前呼びました。男性の方。気のせいですかね。そろそろちょっとちょっと時間が限られてますんで、もうそろそろちょっとスピリットボックス終わりたいなと思うんですけど、最後に何か伝えたいこと、もしくは言いたいこととかありませんか。お願いします。若干ですけど男性の方の声が気になりましたね。一旦ちょっと向こう戻りましょうか。で、僕気になるポイントがこの場所だけじゃなくて、まあ、バス停プラス公園ですね。特になんか足音、声、姿、まあ、確認することはこのダム上ではできなかったですね。奈良市民ホラーチャンネル。はい、そして今からバス停と公園内の方を移していきたいなと思います。バス停が天理ダムのこのすぐ横ですね。これです。ここで男の子の霊がよく目撃されると。で、ここで使うのがトリフィールド。まあ、トリフィールドを知らない方のために説明するんですけど、まあ、霊っていうのは電磁エネルギーで形成されていると言われてまして、その電磁波を数値化してくれる機械ですね。なんかここ来たらダムの方気になるな。電話ボックス、まあ、バス停ともにですね、今のところ誰もいないです。ただ、まあ、この一瞬見ただけで何か判断できるかって言われたら難しいので、今からこの場所に定点カメラ置いていきたいと思います。
で、このカメラで定点カメラを置いてる間に僕は公園の方撮影しに行きたいと思います。そしたらですね、センサーライトここにも置いていきますので、誰もいないこの場所でセンサーライトが反応したら、まあ、カメラ上では映ってないですが何かいるのではないか、そこで判断していきましょう。じゃあここに 2,30 分置いていきたいなと思います。お次の場所が右手ですね。こちらの公園の中行きたいなと思います。で、この公園なんですけど、前回僕が来た時はちょうどこの場所やったかな、この辺りに、まあ、花火添えられてあったんですよ。で、近くの走り屋の方に聞いたら、ここで亡くなられた方がいたと。この公園、ほんまにもうめちゃめちゃ怖くてですね、ディエゴと来たことあったっけな、もしかしたらないかもしんないんで、後日ディエゴにも来てもらおうかなと思うんですけど、はっきり足音聞こえるんですよ。今日どんだけ声聞こえるかですよね。ちょっとナイトモードにしていきますね。ちなみにトリフィールドつけてます。まあ、30分間置き去りにしてくれってマネージャーに言ったんですけど、もう30分経ったみたいで迎えに来たんですけど、思ったより早すぎたんで30分延長しちゃいました。ここに来る前にマネージャーに、ちょっと俺を天理ダムまで送ってくれ、そして俺を置き去りにしてくれ。その時のマネージャーの反応が、え、こいつド M みたいな顔してましたね。心霊に関してはそうかもね。ただ今のところは怖い現象は起こってないです。どなたかいらっしゃいませんか？誰か今近くいたら返事していただけたらありがたいです。公園を抜けてそのまま今橋の方に来てます。この木をそこまで存在感をアピールしてこない感じなんでしょうね。見るからにこの橋怖いでしょ。でしょ、めちゃくちゃやっぱすごいっすね。動画からも感じ取れるんじゃないですか、この異様な雰囲気。一応この橋も出て当然です。というのも高いな、高さ30メーターほど、ほら足音、高さ30メートルあるな。いや、ここでもあったでしょう。しかもこっち岩場なんで一発っすね。いや怖い。ただ橋ここだけじゃなかったんな、確かもう一個あんねんな。
この後から停電を置くか、おかしいな、ちょっといますね。この橋ちょっとすごいっすね。よいしょ、ではですね、一旦カメラを切り替えたいなと思います。流し目ホラーチャンネル。はい、天理ダム最後の場所が、こちらの白い橋ですね。先ほどの橋とはまた別の白いアーケードの橋になります。ちょうど天理ダムがこの向こう側にあります。前回ここの撮影をした時もすごい嫌な雰囲気だったのを覚えています。でこの帰り品にスピリットボックスやっていきたいなと思います。うん、やばいっすね。シンプルにすごい嫌な、まあ、気配感覚はあります。めちゃくちゃ冷静に僕話してるんですけど、めちゃめちゃ怖いですね。一旦渡りきりましたね。じゃあここからはスピリットボックスやっていきたいなと思います。こんばんは、ヤーカズです。もしよかったらお話ししませんか。今僕の近くにはいません。うわ怖っ、全くここ電波ないんすよ。女の人の声かな。赤もめっちゃ怖い。前回この橋を通った時に女性の方が映ったように感じたんですけど、今その方いらっしゃいますか。いたら返事してもらっていいですか。こんばんは。ヤーカズ、ヤーカズって言いました。最近名前呼ばれるの多いな。今の怖っ、映った。ちょっと待って、ガンもスピリットボックスなんかどうでもええわ。今カメラにここふわって白いの撮らなかったっすか。こっちになんか飛んでいく感じで、手すりを叩くような音。この下何、この下がダム湖なんや。それは怖い。今からちょっと定点カメラの方をここに設置するので、センサーライトも一緒に置いときます。よければカメラの前歩いてもらえないですか。よろしくお願いします。定点カメラに移りましょう。流し目ホラーチャンネル。流し目ホラーチャンネル。はい、撮影の方を終えました。こちらの天理ダムのメインの橋では
特に何も感じることはなかったんですけど、また別のですね2つの白い橋、これがもう異常でしたね。というのもやっぱりもう明らかに雰囲気が違う、もう誰かがいるんやろなっていう、そういう気配がすごいしました。やっぱりここには何かいるんやろな、そんな気がめちゃくちゃします。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。今の怖っ。映った？皆さんこんにちは、ヤルカズです。いつもご視聴ありがとうございます。全国ツアーもいよいよスタートとなりますし、だらしめんは今後いろんな企画をやっていきます。ただですね、だらしめんだけではできない企画もたくさんありますので、リスナー様の協力も必ず必要となってきます。なので僕がですね、情報発信をしているインスタグラム、そしてツイッター、こちらのフォローだけお願いします。で、アカウント情報なんですけども、概要欄に載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索。では今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。ドン。